リンゴ隊。2021年現在、北の国家状況はかなり厳しい状況にあるのは間違いありません。今年9月に行われた北朝鮮建国記念日の軍事パレードにおいて、金正恩委員長は公に姿を出しているものの、明らかに依然と様相が違うため影武者であることが濃厚のようです。今まで公の場に金正恩委員長の影武者が登場することはしばしばありましたが、あまりにも若く、ここまで似ていない影武者は初めてではないでしょうか。一説ではクーデターがすでに北国内で起こっていて、軍部と労働党で権力闘争があったのではないかとの見方も出ています。労働党が権力を掌握すれば、渓谷やアメリカとの融和路線に切り替わっていくかもしれませんが、もし軍部が政権を掌握したら、厳しい経済事情を打破するため渓谷を武力で統合する可能性が十分に考えられます。そこで今回は私、シャチが、もし渓谷軍と北軍が戦えばどうなるかを独自に解説します。本動画の最後に渓谷 VS 北をシミュレーションしてみました。題して仮想シナリオ、ソウルの長い一日です。ぜひ最後までご視聴ください。自衛隊 OM 隊、リンゴ隊、まいえー。1、渓谷軍と北軍の戦略的比較は圧倒的に。はじめに渓谷軍と北朝鮮軍を戦略的に比較します。1、陸軍。兵力は、渓谷陸軍約46万人、北朝鮮人民解放軍約110万人です。北陸軍の兵力は、インド陸軍に次いで世界第2位の兵力です。中国人民解放軍98万人よりも多く保有しています。戦車は、渓谷陸軍約2200両、北朝鮮人民解放軍約3500両と、戦車の数も北軍が有利ですが、北軍の戦車は、T64、T54、55などの第二次世界大戦後に活躍した古い戦車ばかりで、渓谷陸軍の K2 戦車と対等に渡り合える能力はないでしょう。しかし、陸上戦闘はベトナム戦争を見てもわかるように、決して兵器の優劣や兵力の優劣で決まるものではありません。ゲリラ戦や地形を生かした奇襲戦術など不確定要素が多数存在します。このことから、決して渓谷軍が有利とは言えず、北軍は地の利を生かした戦い方をすれば互角以上に戦えると言えます。日海軍、海軍力は圧倒的に渓谷が有利です。渓谷海軍艦艇数約230隻、北朝鮮人民解放海軍艦艇数約800隻と、数だけ見れば北朝鮮有利ですが、渓谷海軍総トン数26万トンに対し、北朝鮮人民解放海軍総トン数約11万トンという数字からわかるように、北朝鮮軍の艦艇は小型の艦艇ばかりであり、しかも旧式の装備が目立ちます。海上戦闘は早く敵艦を見つけて遠くから正確に攻撃を加えた方が勝ちます。陸上戦闘に比べ不確定要素が少なく、合理的な戦闘が特徴です。北朝鮮軍には対戦能力もないため、海上戦闘においてはかなりの劣勢を強いられるでしょう。しかし、一説ではロシアの技術提供により最新型の艦対艦ミサイルが小型ミサイル艇に搭載されている可能性もあります。3、空軍。空軍力も圧倒的に渓谷が有利です。渓谷空軍作戦機約640機、北朝鮮軍作戦機約550機ですが、渓谷空軍の戦闘機はほぼ第3世代以降の戦闘機です。北朝鮮軍の第3世代以降の戦闘機は、ミグ23、56機、ミグ29、18機しかありません。空戦はテクノロジーの戦いです。数よりも優れた兵器が圧倒的に有利とされます。北朝鮮軍にほぼ勝ち目はないでしょう。以上から、戦術的比較では渓谷軍が有利だと考えられます。北の空軍は戦闘機が古いもんな。2、戦略的に見ると、仮想シナリオ、ソウルの長い一日。では、ここで、現代朝鮮戦争を見ていきましょう。これは、私、シャチの考えた仮想シナリオです。題して、ソウルの長い一日。2010X 年、12月22日、2200。横田にある在日米軍司令部は、クリスマス気分の真っ只中だ。今日も、同直員が、偵察衛星用ディスプレイモニターを見ている。物騒なロケット発射台に、クリスマスツリーの飾り付けでもすればいいのに、と冗談めいて見つめる。ディスプレイに突如変化が現れる。ミサイルを乗せたキャタピラが発射台に向かっているのだ。当直員からこの知らせを受けた在日米軍司令官は、
わかった。情報収集を怠るな。自衛隊の統合幕僚長にも、このことを伝えろ、と言い放つとともに、インド太平洋軍司令官との協議に入っていった。日本では、すぐさま、国家安全保障会議 NSC を立ち上げ、弾道ミサイル破壊措置命令 BMD が加令される。同年12月23日、人2000、第3護衛隊軍所属イージス艦、アタゴ、及び、妙高が、ふざけるな、正月前だぞ、と言いながらも出航する。在日米軍基地では、昨日とは、別の発射台にもミサイルが向かっていること。さらに、昨日の発射台には、すでにミサイルが備え付けられ、新しいミサイルもスタンバイしていることが確認された。12月24日、1004号、イージス艦、アタゴがミサイル発射を捉えた。着弾地点は、日本本土を飛び越え、岩手三陸沖300海里の地点と判明。BMD 指揮官である空自航空総隊司令官の決断は、着弾地点は本土にあらず、迎撃のようなし、であった。しかし、横田の在日米軍司令部には、悲痛な連絡が入っていた。ソウル在韓米軍司令部から入電。北朝鮮軍が、高射砲によるソウルへの攻撃を行った模様。被害、甚大。当直員の悲痛な報告が響き渡る。オーマイが、奴らの狙いはこれか。至急、第7艦隊と第3海兵団は、渓谷に向かわせろ。怒りに満ちた、インド太平洋軍司令官の命令が発せられた。同日、人に人号。ソウルは火の海だった。0800から始まった、何百発にも及ぶ、高射砲や高射ロケットの火の矢によって、クリスマスで彩られた街は、ますます赤くなった。渓谷陸軍及び在韓米軍も抵抗した。しかし、クリスマスの真っ最中であり、休暇中の隊員が数多くいた。そして、何よりも、ソウルから38度線の国境まで 40km しかないという地理的欠点が大きく響いた。北朝鮮人民解放軍110万は、怒涛のようにソウルに押し寄せた。ただ、ソウル一点に、彼らは、もう、失うものは何もない。ソウルを落として、ソウルの美味しいご飯を食べ、優れた電化製品を奪い、貧しい家族に手渡すだけだ。しかし、こうなったからには、第7艦隊と第3海兵団が、遅くとも、あさってまでには救援に来るはずだ。48時間耐えれば、必ず取り返せる。同日、人3000、自衛艦隊司令官から第7艦隊司令官へ入電。C 国空母艦隊、宮古島沖、航行中。現在、これを、第4護衛隊軍及び第1航空軍にて追尾中。第7艦隊の出航準備に揺れる横須賀米海軍基地がさらに揺れた。第7艦隊司令官はインド太平洋軍司令官に対し、我が艦隊の目標は朝鮮半島ではなく南西諸島であるべきだと判断します、と打診した。同日、人400、新たな弾道ミサイル発射。着弾点は千葉房総沖200マイル。第2発目の弾道ミサイルが発射されたのだ。しかも、今度は日本本土。着弾点は横須賀や東京に近くなっている。緊張が走る。同日、人500、弾道ミサイル3発目を確認。今度の着弾点は奄美大島沖南西300マイル。これは明らかに沖縄と佐世保にいる第3海兵団に対する威嚇だ。インド太平洋軍司令官と第3海兵団長が協議した結果、第3海兵団は現状維持に努めよ。第7艦隊も第3海兵団も渓谷救援に向かうことはできなくなりつつあった。同日、2200、北朝鮮人民解放軍はソウルをほぼ制圧した。渓谷大統領府である青瓦台には渓谷大統領の姿はなかった。12月25日、青瓦台に入った人民解放軍総司令官は記者会見を開き、次のように述べた。渓谷国民及び世界各国に対し、次のことを宣言する。本日、ここに、渓谷は、我が偉大なる、金正恩同志の支配下に入った。渓谷国民は我々と、同一民族である。抵抗しない限り、決して粗末には扱わないことを約束する。これに対し、米、日帝国主義者どもが、不穏な動きを見せた場合、渓谷国民の命の保証はなく、今まさに発射準備されている、正義の鉄槌が容赦なく、米、日国に降り注ぐであろう。今後、日米両国は38度線よりも南で共産党陣営と対峙しなければならなくなるのであった。以上、シャチが独自の視点で考えたシナリオ、ソウルの長い一日でした。4、まとめ。
戦術的視点から見れば渓谷有利に見えますが、私シャチは戦略的視点から見れば北が有利だと思います。皆さんはいかがでしょうか。北と渓谷今後どうなるのでしょうか。戦争にはなってほしくないでごわす。コメント欄にあなたの感想、自衛官への応援ぜひよろしくお願いします。今回は軍事系に詳しく自衛隊のつながりが強いシャツさんにご協力いただきました。シャツさんは海上自衛隊のグッズを集めるのが好きでごわす。シナリオありがとうでごわす。チャンネル登録ぜひお願いします。リンゴ隊と自衛隊のグッズスズリで販売中です。早く新作を出してほしい。今日も自衛隊視聴者の皆様ありがとうございます。お疲れ様でした。敬礼。日本が大好き自衛隊に感謝感謝。自衛隊応援部隊リンゴ隊隊長のリンとリクちゃん、ウミちゃん、ソラちゃん、ラット塾長でした。リンゴ隊まいえー。ポテトは美味しいでごわす。すっかりポテトを気に入ったなラット。美味しいでごわす。こんなに美味しくて食べても太らない食べ物があったなんて知らなかったでごわす。おう、めっちゃ太るぜ。え、そうか、めっちゃ太るのか。でも、まあ、いっか。それならいいけど。美味しいでごわす。